沢口さんにお聞きします。テレビシリーズ新たに発表もされまして、ますます盛り上がりを見せていますこの科捜研の女ですけれども、本当にこの劇場版ある意味一区切り区切りになったものだと思います。撮影そして宣伝公開に至るまで走り抜けてみていかがでしたか？はい、私の周りの劇場版をご覧になった方からも次シーズンが楽しみという、お声たくさんいただいています。今回、初めて劇場版を作り、プロモーションもたくさんやらせていただきまして、ファンの皆様の、熱いメッセージを直接たくさん本当に、感じたり見たり、することができまして、改めて皆さんに愛されている作品なんだなということを実感することができました。ありがとうございます。しかも京都でのトークイベントというのは、内藤さん初めてのことのようですね。はい、そうです。どれぐらいやってるんですか？1時間ぐらい大丈夫ですか今日？あいやいや、でもマネージャー、僕は東京の片寄さんも言ったんですけど、京都にも本籍移してるんですよ、16年前、うん、なので必ず帰ってきますんで、街歩いてたら声かけてくださいぜひお願いします。はい、本当に嬉しいです、京都戻ってこられてありがとうございます。風間さんどうでしょうか、注目してほしい映画のシーンなどありますか？そうですね、もう皆さん見られたんですもんね。そうですね、さっき言いましたけど、東福寺でマリコが境内からこう飛び降りるシーンがあるんですけど、あのシーンは、ここだけの話ですけど、あれ夜中の2時とか3時ぐらいなんですよね。あ、そんな遅い時間？はい、それで美しさで降りていくっていうのはすごいなと、映像見ながら俺もこれ夜中だったよなと思いながら、でその後俺たちが出るんですけど、それがもう朝明るくなる間際だったんで、その前の表情であれだけ綺麗に落ちてくるマリコはすごいなと思って俺も映画を見てました。ぜひ10回見た方、それを確認にもう1回11回行ってみてください。あれはもう夜中でした。はい。